チャールズ・コバーンはアメリカ合衆国の俳優。ザモア・ザ・メリアで第16回アカデミー賞の助演団優勝を受賞している。片眼鏡で知られるが、これはだメ眼鏡ではなく実際に目が悪かったからである。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれている。1877年にジョージア州、メーコンのスコットランド系アイルランド人の家庭に生まれ、 同州サバンナで育つ。地元の劇場でドアマンなどの仕事をした後、10代後半で劇場の支配人になる。その後俳優になり、1901年にブロードウェイデビューする。1905年に女優アイバー・ウィリスと劇団を立ち上げ、翌年彼女と結婚する。1937年に妻アイバーが亡くなると、ロサンゼルスに移り、映画の仕事を始める。 1941年のザ・デビルミス・ジョーンズで第14回アカデミー賞の助演団優勝にノミネート。1943年のザ・モア・ザ・メリーアで第16回アカデミー賞の助演団優勝を受賞。1946年の育ちゆく年で第19回アカデミー賞の助演団優勝にノミネート。1950年代以降は テレビドラマにも出演するようになる。1959年にオペラ歌手、オスカーナツカの未亡人ウィニ・フレッドナツカと再婚。1921年生まれの彼女とは40歳以上の年の差があった。1961年に心筋梗塞で死去。ありがとうございます。